All right, everybody, welcome to Tokyo University's Cyber Interface Lab. Today, we are going to check out the Meta Cookie experiment. We're going to alter the taste of food by changing what it looks like and what it smells like. ごめん、これ昔のクッキー？これ食べれることできますか？それちょっと食べると危ないかもしれない。ちょっと危ない。じゃあ大丈夫じゃないですか？まあ、自己責任。多分大丈夫。死にはしないです。お腹壊さないと思います。大丈夫です。食べてみますか？食べますよ。はい、いただきます。I've loved Japanese food since I left Sweden to go to high school in Japan in the 90s. At university, I worked bars and ate my way through Tokyo's nightlife. Japan always struck me as the most tech-advanced and food-obsessed society in the world. Then Fukushima happened. It really changed how my Japanese friends talked about food. Some of them say technology is the solution to our many food challenges. Others say it's part of the problem.I want to figure out how food and science fit together in Japan by eating experiments with food hackers. I'll introduce you to makers, scientists, inventors, and coders. Some are working on the eating experience, others on the cooking process. In this episode, I'm meeting a scientist who's at the last frontier of virtual reality. Cookies.フードハッキングっていうのは多くの人は食べ物をいじることだと思うかもしれないですけど、僕はブレインハッキング、脳をいじるってことだと思ってます。つまり我々の受け止め方をどうやって変えて体験を新しくするか、食べ物の感じ方を新しくするかっていうところに何かフロンティアがあるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。 In Professor Narumi's first virtual food hack, he showed that people think that a drink tastes different if it changes color, even while they drink it. He called it ghost juiceProfessor Narumi's research into food and virtual reality is globally unique. He's developed two headsets. The Meta Cookie project changes the taste of food, and the Augmented Satiety project affects how much you can eat. さて、Narumi-san、はい、今日何をしましょうか？今日は最初は食べる量を変えるシステムっていうのをお見せしたいと思います。はい、食べ物の見た目の量が変わりますよね。そうするといっぱい食べた感じ、大きくするといっぱい食べた感じがして、ちっちゃくするとちょっとしか食べてない感じがする。なんか大きなオリオクッキーを食べると、はい、もっと早くいっぱいになっちゃうってこと？そうです。わお。これはオーグメンテッドサタイ。どう？ファッション、ファッション大丈夫？手を C の形にしてください。はい、はい、パックマン。パックマン。クッキーだけ大きくすることができます。で、ただ食べ物だけ大きくすると、まあ、手にかぶっちゃするので、はい、手の方を、うまく、イメージデフォーメーションっていうテクニックを使ってあげると、はい、手の形をこう開きを変えてあげることができる。じゃあ大きくします。わかりますか？うわ、なんかハンバーグみたい。食べていいです。はい、いただきます。でもなんかでかかったなって。じゃあちっちゃくして食べてみましょうか。おお、いいな。今なんか今めちゃめちゃちっちゃい、うん、10円玉ぐらいか。これなんかかわいいよ、これミニオレオ、うん、ミニオレオって。はい、いただきます。でもこれ今これを見るとちっちゃいバージョンはやっぱりなんか、うん、あ、うまそうな、あのちっちゃいな、うん、なんか食べたいなって感じ。あの小さいクッキーほど高級みたいなイメージがあるじゃないですか。そう、なんかデラックスだよね、これいきなり。そうするとやっぱりそのデラックスな記憶に引きずられて、あの味が高級になったりするっていう可能性もあります、ね、じゃあもうちょっと食べます。うん、でかかった、思ったより。うん、そうですね。わお。でこの
このビューティーは誰が作ったんですか？それはもうあの市販のヘッドマウントディスプレイにカメラをつけただけです。これソフトのことですか？はい。これってどういうソフトですか？まあ、コンピューターグラフィックスの技術なんですけど、はい、食べ物をまず認識してあげます、コンピューターで。で、そうすると食べ物の拡大縮小っていうのは、まあ、コンピューターの画像なんですぐできますね、はい、それなんでそういうふうにやるんですか？実際に実験だと、1.5 倍に見せると1割ぐらい食べる量を減らすことができて、3分の2に見せてあげると、15% ぐらい食べる量を増やすことができます。じゃあ痩せたい人にかなりいいことってこと、ね、しかもこれのいいところは眼鏡をかけるだけで食べる量が変わる。あの自分では何も意識していなくて無意識のうちに食べる量が変わっちゃうわけです。なので眼鏡をかけてご飯を食べれば痩せるってことですね。それ面白いですね。毎日使って嬉しいアプリケーションっていうのがないと誰もこういうメガネをかけようとは思わないですね。逆に言うとそのダイエットとか毎食食べるためにこのメガネをかけると痩せるよみたいなアプリケーションっていうのは毎日嬉しいじゃないですか。でそういうアプリケーションを一つ作ってみる。そうするとあじゃあメガネをかけてもいいかもしれないと思う人が増えて将来ああいうウェアラブルコンピューターみたいなものが一般的になるかもしれない。オーグメントリアリティと食べ物と、はい、いろんなプロジェクトありますか？はい、これはメガネをかけないといけなかったですよね、はい、次のやつはメガネをかけなくても痩せられる。こちらは、まあ、テーブルトップのディスプレイになっています。つまり、このテーブルに好きな映像を出すことができる、はい、今2つのスパゲティの周りに、まあ、お皿の映像が出てますね、はい、2つは今同じくらいのサイズに見えます、はい、じゃあ変えてください。こっちを大きいお皿にしてこっちをちっちゃい皿にするとどっちが大きく見えますか？スパゲッティはこっちの方がでかいよね、いきなり。そうですよね。でもさっき同じ量に見えたじゃないですか。もう一回じゃあ同じ皿にしてあげると、まあ、同じですね。でも全然違いますよね。わお。 This is the Delboeuf illusion, named after the Belgian mathematician who formulated it in 1856.Food psychologists have found that this optical illusion affects our eating habits. It's your eyes and not your stomach that measure how much you eat. That's why they make more money with small plates at the all-you-can-eat buffet. And that's why you should get rid of your large plates if you want to lose weight. The problem is, you get used to your plates at home. These virtual plates solve that by constantly adjusting to what you're eating. So, if regular glasses can correct bad eyesight, can Narumi's inventions correct bad eating habits?僕はそれはある種の一つの人類の進化だと思っていて、つまり食べ物が少ない時代にいっぱい食べた方がいいと思っているので、我々は今の時代にその能力を使ってしまうとすぐに太って肥満になってしまうと。でじゃあもっと時代に合ってアダプティブに人類は変わっていかないといけないじゃないですか、はい、だけどそんなに短いタームで人類のハードウェアが変わるわけではないので、じゃあソフトウェアでアップデートしようと思った時にコンピューターがそれをアップデートしてくれる。人って人間のソフトウェアとか人間のハードウェアってありますか？例えば人の口の構造がこうなっているからこういう食感のものは感じやすいけどこういう食感のものは感じにくい。でそれは人間の体の構造だから人のハードウェアですよね。で、さらに言うとそこから口から神経がどうやっていっているか、でじゃあ匂いと味ってのがどういうふうに合体してるかみたいな、その脳の中でどういう情報が処理されているかっていうのは人のソフトウェアと言えますよね。でそれが分かって初めて、じゃあこういうふうに作ったら美味しい食べ物が作れますよとか、そういうことは初めて言えるようになるんじゃないかなと。アルミさんちょっと何これって感じこれはですね、味を変えるクッキーのシステムです。はい、で、どういう仕組みかというと、はい、クッキーを多分、コンピューターで認識してあげて、それに違う食べ物の見た目を重ねます。例えばチョコレートのクッキーとかストロベリーのクッキーとか、はい、プレーンのクッキーなのに見た目を変えます。で見た目を変えるだけだとその味はしないので、はい、匂いを出してあげます。例えばチョコレートのクッキーにはチョコレートの匂いを出してあげます。そうすると、食べた時に味がチョコレートになって見ると、匂いすると味が変わるんですか？そうです。普通のクッキーだけどいきなり
チョコレートのクッキーになっちゃう。信じてないですね。ちょっと信じてない、ね、ちょそれはちょっと無理だと思うんですけどすいません悪いけど、このクッキーを使うんですけど、はい、普通のクッキーはコンピューターで認識しにくいので、はい、コンピューターで今から認識できるようにします。今からクッキーを焼いてみます、はい、このマークはいわゆる QR コードみたいな二次元マーク、はい、バーコードみたいな、はいはい、あり、おお、わお、ストロベリー、いや、あ、チョコ、でも早いですね。そうです。あ、そっか、つい、昔の映画のプレダターに見えない？そうですね。まあ、作るときにすごくフェイスハガーを参考にして作りました。で、この機械っていうかどうやって作ったんですか？何が入ってるんですか？その機械には、まず普通に市販されているヘッドマウンテッドディスプレイと、はい、カメラがついています。でそれだけではなくて匂いを出すディスプレイですね、はい、エアーポンプと、香料が詰まった瓶というのが組み合わさっているんですけれど、その頭の部分には、香料がたくさん詰まった、仕組みが入っています。はい、レモンはすごい出るよ。レモンクッキーにしよっか、はい、ちょっと食いたいよこいつ。どうですか？あ、来た来た、本当だ、レモンの味ですね、うん、そうですね。わお、レモンケーキだよ。外してみますね。はい、今この状態でもう一回食べてみてください。どうですか、さっきと味は違うよね。うん、なんかさっきの方が甘かった。はあ、うん、絶対そうだよ。 This generic cookie really tasted like 5 different things. I guess my brain just got hacked. If these glasses can make anything taste like my favorite food, I really want them. On the other hand, can they also make me enjoy eating garbage? Big food business is already making us believe we're eating things we're not. Will Narumi's headset send us back to the nasty future movies like Soylent Green imagined in the 1970s? They're making our food out of people. Next thing they'll be breeding us like cattle for food. You gotta tell them Soylent Green is people! もちろんテクノロジーの先にディストピアを見る人もいて、Soylent Green とかね、そういうものを見る人もいると思うんですけど、僕はそういうことを目指してるわけじゃなくて、もっと自分にぴったりの食べ物を探すとか、人によって好みが違うから、それをどうやったら僕も美味しいと思うし、あなたも美味しいと思うっていうように、そこをメディエートするっていうシステムが、まあ、テクノロジーでできるのが面白いところかなと思って。でもこれってとにかくこんな変なものってどうやって普通の生活に使うんですか？それはどうしましょうね。もちろんこれは最初に作ったプロトタイプなので、今の技術を使えばもっとちっちゃくすることはできます。例えばエンターテインメントとして家でいろんな食べ物が食べられるとか、はい、テレビで料理番組をやってる時にちょっと味見ができる、はい、でもう一個はもっとシリアスの方で、例えば病院食、そういうものをもっと美味しく食べるためにこういう種類の技術っていうのができるんじゃないかなと思ってます。へ、一度これはシーグラフっていう、あとアメリカでやってるコンピュータグラフィックスの大きな学会で展示したことがあるんですけれど、はい、その時 NASA の人が来てくれて、はい、もうこれはすごい使いたいねって言ってくれたので、まあ、宇宙食とか、まあ、将来食べ物が限られた環境に行かないといけない時にこういうのを使うっていうのは一つ方法としてあるかなと思ってます。In 2010, during a live TV broadcast, the Japanese astronaut Soichi Noguchi made the first ever space sushi. Wow! 宇宙初寿司。Wow!
Oh, well, he ate it himself. If you left Earth for a long time, wouldn't you want a taste of home? When I heard Japanese space cuisine is available on Earth, I had to try it. I'm having Japanese space staples like chicken rice, shrimp pilaf, and my favorite seafood pancake, okonomiyaki. The taste is decent, but it's all freeze-dried and way too dry for me. To be honest, all this boring space food could use a little virtual variation. Wouldn't it be nice if Professor Narumi's virtual reality goggles let you wine and dine in cyberspace while traveling in actual space? バーチャルリアリティの一部を切り出したのが多分ゲームだと思うんですけど、僕はやっぱりすごく子供の頃、小さい頃からゲームにハマって熱中してたので、そういうものが作れたらいいなというふうに思っていて、まあそれがだんだんバーチャルリアリティの方が面白いなっていうのに大きく変わっていった感じ。You don't need a headset to manipulate your senses. At the video game restaurant Capcom, they use nostalgia, pop culture, and your love for video games to season their food. We're gonna try the brain cake based on the liquor monster in the horror game Resident Evil. If that bastard hadn't killed me a bunch of times, I don't think I'd be this excited about a sponge cake with raspberry sauce. ブレインハッキングと投下ですね。どうやって自分がそれを その食べ物だと思うか、新しい体験をするっていうことは実は脳にどういう刺激を与えているかっていうことを考えているっていうのと同じようなことじゃないかなと思います。食べ物はいじらなくても人が変わると食べ物がの感じ方が変わっちゃうよっていうところが、まあ、とても面白い領域なのかなというふうに思います。何それイメージ、イメージちょっと、うん、美味しいよ、美味しい、味は美味しいよ。I think Professor Narumi's idea to use virtual reality to make food healthier and tastier makes a lot of sense. When these weird goggles become a normal pair of glasses, will I be able to lose 20 pounds in a week? Or make fast food taste like a home-cooked meal? Or maybe I can download an app to become a vegan. I just hope this doesn't become another food industry trick to make more fake food seem authentic. But I guess this thing could go anywhere. Actually, if you could put on a headset and taste the stuff we eat on future episodes of this show, that'd be a good start.